今回はスマホの動画編集アプリキャップカットを使用してカラーグレーディングの仕方をご紹介していきたいと思います。こんにちは、ジェマです。このチャンネルではスマホだけでできる動画制作について主にご紹介しております。ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回はキャップカットを使用したカラーグレーディングなんですけれども、そのカラーグレーディングの中でも今回ご紹介するのはティール&オレンジっていうカラーグレーディングになります。ティール&オレンジってどんなんって思う人もいらっしゃると思うので、例を挙げるとすると、例えばこの写真っていうのがティール&オレンジの色補正っていうのをしていくとこんな感じの写真に変わります。で、このティール&オレンジっていうカラーグレーディングの方法っていうのは、まあ、ハリウッド映画とかでも使われるようなグレーディング方法になります。この基本的な考え方としては、その映像とか写真の中のハイライト部分、まあ、明るいところっていうのをオレンジに寄せて、でシャドウ部分、ちょっと影になっているところっていうのをティールっていうシアン系ブルーっていう、まあ、ブルーグリーンみたいな色に寄せるようなカラーグレーディングになります。で、例えばその写真とか映像に人物が写っていれば、色オレンジとそのシアン系ブルーの補色の関係で肌の色が際立つっていうのは仕組みになります。なので、まあ、このティール&オレンジっていうカラーグレーディングを使えば、より映画に近づけたような映像に仕上げることができますので、ぜひ皆さんも真似してやってみていただければと思います。で、先ほど例に挙げたのは、まあ、写真なんですけれども、もちろん動画でもこの色補正っていうのができて、結構、そのパソコンの編集ソフト、プレミアプロだったりとか、写真用の編集ソフトのライトルームとかを使用すると、結構細かく色調整っていうのができるので、まあ、そういったやり方っていうのを解説してくださってる動画っていうのもいくつかあったりはするんですけれども、今回私はそのティール&オレンジっていうのをスマホの動画編集ソフトでもできないかということで、まあいろいろこう試してみた結果、そのティール&オレンジの表現ができる設定っていうのを見つけましたので、それを今回皆さんにシェアしていきたいと思います。で、これは最初の方にもお話しした通り、青とオレンジっていうのを活かしたグレーディング方法になりますので、その映像に例えば海とか空とか、あとは夕日の映像とかだと、より一層綺麗にこのグレーディングっていうのを活かすことができますので、今回も実際のキャップカットの編集画面の方では、海と空と夕日の映像を使ってご紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今、キャップカットの新規プロジェクトのところに3つの素材を入れています。1つ目がこんな感じで海と、まあ、空が入った映像と、次が、まあ、空メインの映像と、最後が夕日の映像を入れていますので、それぞれ、ティール&オレンジの、カラーグレーディングっていうのを行っていきたいと思います。では、まず1つ目の素材の方で、ティール&オレンジに必要な調整を、お伝えしていこうと思います。まず1つ素材を選択していただいて、下の段にある、まずはフィルターのところを選択します。で、今回選ぶフィルターっていうのは、右の方に行っていただいて、ちなみにキャップカットは最近アップグレードされたので、ちょっとこういったフィルターのところとかの区分分けがされていたり、フィルターの数も増えてるので、そのあたりはまたちょっといろいろ見ながらシェアしていきたいと思います。まず今回は選ぶのが映画の中にある真夏というものですね。真夏というフィルターを選択していきます。ちなみに景色の方に夏っていうものがあるんですが、夏の方ではなく真夏の方なので、ここだけちょっと注意して選択していただければと思います。では真夏のフィルターを選択すると、はい、こんな感じで青い部分っていうのが、こんな感じでちょっと緑がかった青に変わります。で、この適用に関しては、割とこう 100% ぐらいでもいいかなと思うんですが、あとご自身の素材に合わせてこのあたりの適用度っていうのは変えていきましょう。まずちょっと今回は 100% でいきたいと思います。で、これで OK だったら右下のチェックボタンを押していただきます。はい。で、ここからなんですけれども、次に下の段の調整を押していただいて、細かい調整をしていきます。では、調整を押していただいて、まずなんですけれども、最初に色温度というところを選択していただいて、右に移動させます。色温度というのは何かというと、左に行けば行くほど青が強くなって、右に行けば行くほどオレンジが強くなります。で、今回はティール&オレンジということで、まあ、オレンジもメインになってくるので、今回は右の方に少し移動させます。青にすると結構鮮明な青になってしまうので、右の方に少し移動させます。で、次、色合いのところですね。下の段の色合いを選択していただいて、次はがっつり左に持っていきます。で、色合いのところは左に持っていけば行くほど緑っぽくなっていって、右に行けば行くほどマゼンダっていうピンクっぽい感じの色になります。なので今回は緑っぽい青にしたいので、左の方に持ってきていただきます。
はい。で、続いてですね、今度は明るさのところを選択していただいて、少し明るさの、数値を下げていきます。で、コントラストとか、まあ、飽和色、鮮明化っていうのはもうお好みにはなるんですが、今回私はコントラストを少しだけ上げて、飽和色っていうのはサイドですね。鮮やかな感じになるっていう指標になりますので、ちょっと右に寄せて鮮やかさを増します。で、鮮明化もちょっとだけ上げてくっきりさせておいて、で、今回ハイライトは特に触らずに、シャドウのところをちょっとだけ上げて、暗いところを明るくしておきます。で、最後にフェードをかけていただくと、ちょっとこう淡い感じに変わりますので、よりこう映画っぽい質感になるかなと思いますので、ちょっとだけ上げておきます。はい。はい、こんな感じで完成です。これで、まあ、青いところが割とこう緑がかった青っぽくなっていて、割とこの人の肌のところとかっていうのが、割とこうオレンジが強くなってるかと思いますので、これでティール&オレンジが完成になります。元の映像と比較していただくとこんな感じです。はい、どうでしょうか。じゃあ続いての映像でもやっていきましょう。同じようにしていただくんですけれども、まあ、下の段のフィルターのところから真夏を選んで、はい、こんな感じですね。これも 100% でいっておいて、調整のところの色温度っていうのをちょっと右に移動させてオレンジを強くします。で、色合いを左に持っていって、これも最大限に持っていってもいいかなと思います。緑がかった青にするために、色合いっていうのを左に持っていきます。で、明るさをちょっと下げて、この明るさとかっていうのは実際に撮影した映像の明るさ具合とかにもよるので、そこはご自身で調整していただくことにはなるんですが、割とちょっと下げて、後でこのシャドウですね、をちょっと上げるとちょうどいいぐらいになりますので、こんな感じで調整していきます。で、コントラストもちょっと上げて、飽和色を上げて、鮮やかさを増して、鮮明化も上げて、で、最後にフェードでちょっと淡くしておくと、はい、こんな感じで完成です。で、最後に夕日の映像ですね。これもどんな感じになるかというと、フィルターを押して、真夏ですね。映画のところの真夏を選択していただくと、はい、こんな感じで、空の青いところがやっぱりこう緑っぽくなりますので、割とこれだけでもティール&オレンジにちょっと近づくかなと思います。でこんな感じで、夕日の映像っていうのは、そもそもその夕日っていうのがオレンジで空の部分が青なので、すごいこのティール&オレンジのグレーディングっていうのをすごく活かしやすいような映像になります。ちょっと残りの調整もやっていきます。はい、こんな感じで完成です。はい、いかがでしょうか。今回ご紹介した設定をおさらいすると、まずフィルターを真夏に設定していただいて、次に色温度っていうのを少し上げてオレンジ寄りにします。で、色合いっていうのをグッと下げて緑寄りにしていただいて、残り明るさとかはご自身で調整になるんですが、ちょっと暗めにして、その代わりシャドウをちょっと上げる、あとはコントラストとか鮮明化っていうのをちょっと上げるとくっきりするような調整ができて、飽和色っていうのを上げていただくと、割とこう鮮度が高くなるので割と鮮やかさが増します。で、最後にフェードで、フェードを少し上げていただくことで少し淡みが増しますので、これらの調整をしていただくと、割とこう映画とかでも使われているようなティール&オレンジのグレーディングが完成です。スマホの動画編集アプリだけでも、これだけのカラーグレーディングっていうのが可能ですので、ぜひ皆さんも一度試してみていただければなと思います。今回の動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンや、コメントをいただけますとすごく嬉しいです。今後もスマホだけで、動画制作する方法っていうのを主にアップしていきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録もしていただけますと嬉しいです。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。